シングルエッジコネクタの物理的、電気的使用である。スロット A コネクタはソケット7やスーパーソケット7、さらにはスロット1よりも高いデータ転送レートを使用することができた。スロット A のマザーボードは DEC の EV6 バスプロトコルを使用していた。これは当初、α21264 プロセッサのために開発されたものである。 スロット A 用アスロンドーターボードのケースとヒートシンクを取り外したもの。中央が CPU で左右のチップが SRAM スロット A 用アスロンプロセッサは PGA パッケージのものがハンダ付けで取り付けられた CPU ボードの形で発売された。これは同時期のインテルペンティアム2プロセッサ同様当時の半導体プロセスでは パソコン用途の常識的なコストで、音大で装備することが不可能だった、大容量、L2 キャッシュ用 SRAM を、外付けのチップで搭載するためであった。ボードは上部にもコネクタを持つが、これは、工場で安定動作する最高クロックを調べるためのもので、ゴールドフィンガーと、通称され、この接点を使って、しばしば CPU をオーバークロックさせる改造が行われた。 スロット A は、インテルのスロット1時計上においては、互換性があったが、電気的な互換性はなかった。結果として、スロット A のマザーボードは、スロット1のマザーボードに対して180度回転させた向きで、コネクタを実装するように設計された。これは、スロット1用のプロセッサを、スロット A マザーボードに挿入することや、 その逆のような誤った挿入を防ぐためである。インテルのスロット1と同じコネクタの機構部材を利用することで、マザーボードメーカーは、スロット1とスロット A のマザーボードの組み立てのため、共通の部品を在庫することになり、コストを下げることができた。なお、インテルでは、スロット形式の CPU カートリッジを、SECC と呼んでいるが、 AMD では特にこの形式のパッケージの名称を定めておらず、スロット A をアスロンのパッケージを SECC と呼ぶのは厳密には正確ではない。後にアスロンの L にキャッシュがオン台になるとドーターボード形式にする理由がなくなり、スロット A はソケット A に置き換えられた。 この記事は2008年11月1日まで GFDL バージョン1.3以降の再ライセンス規約に基づいていたフリーオンラインディクショナリーオブコンピューティングにある項目の資料が元になっているトムズハードウェアありがとうございます